今回は FW14B のパート7です。特殊燃料とは何か。この年のルノーエンジンとエルフの特殊燃料は効果抜群で、ほとんどのサーキットにおいてホンダエンジンを上回るほどのパワーを出してました。そもそも特殊燃料、スペシャルガソリンとも言いますけど、特殊燃料というのは何なのか、あとルノーとエルフの関係というのはどういうものなのか、その辺を紹介したいと思います。最初にルノースポール代表パトリック・フォールさんが91年の頭にこう言ってます。この冬はエルフを散々せっついたし、ウィリアムズとルノーも大々的な技術投資を行った。91年92年とウィリアムズは快進撃を始めるわけですけど、ルノーから強くお願いしていい燃料を作ってもらったということでしょうかね。ルノーとエルフは長年付き合ってますし、同じフランスなのでコミュニケーションはかなり取りやすいんだとは思いますけども、一種の国策として進められたエルフとの共同作業、莫大な費用と労力を注ぎ込んで RS3 に最適化された燃料は1リットルあたり200ドルに達したという。 FW14B のタンク容量は230リットル、これを満タンにすると600万円以上。91年92年、ルノーはチャンピオンになろうと頑張ったわけですけど、エルフも同じく頑張ったわけですね。で、莫大なお金を使って燃料を開発したわけですけど、1リットルトルあたり200ドルで、 FW14B は最大230入るんですかね。燃費いい車なんで230入れることはないと思いますけど、だけど満タンにしたとすると600万円以上と、やはりとんでもない値段がかかってるんですね。92年シーズンだけでエルフはそれぞれの仕様の異なるエンジンに合わせ12種類もの燃料を開発していたらしい。ここでおなじみのベルナール・デュドさんがこう言ってます。数年前までこんなものが必要になるとは夢にも思わなかった。90年にフェラーリがアジップに働きかけて宣伝をつけた。言うなれば一種のマッドサイエンスだね。マクラーレンの時も話題が出ましたけど、やっぱり特殊燃料の先駆けはアジップなんですね。アジップがやりだしたから他のガソリンメーカーも追随したと。エルフはそれに気づいていながら自分から積極的にやろうとはしなかったんだ。しかし一度やると決めたらとことん突き進む。それが我々のやり方だ。エルフは40回もの改良を行い、そのうち15種類をテストして、毎回のレースでは4から6種類の中から選ぶということを繰り返していたのさ。アジップが特殊燃料をやり始めてて、それに気づいてたんだけど、すぐにはエルフは取り組まなかったんですね。だけどうちも取り組まないとこれじゃ勝てないという結論になったんでしょう。おそらく40回もの改良を行い、15種類をテストして、すごい回数、すごい数ですよね。で、これ単純に考えると改良するに従ってどんどんパワーが上がっていくものなのかなっていう、想像しちゃうんですけども、必ずしもそうじゃなくて、特殊燃料っていうのはいろんな使い方があるみたいなんですね。それをエルフの技術者のダニエル・トレマさんがこう語ってくれてます。燃料はそれぞれのエンジンにマッチするように作られます。ホンダエンジンに使用されるシェルの燃料がルノーエンジンに使われたらきっと満足いくような働きはしないでしょう。逆にエルフがホンダエンジンに使用されても思ったように作動しないと思いますね。まずそもそもエンジンと燃料はセットなんだってことですよね。エルフの方がパワーがあるから、じゃあエルフのガソリンをホンダに入れたらどうなるかって言ったら、それで開発してないのでちゃんと動くかどうかわからないってことですね。まずそれが前提としてあるようです。燃料の消費も重要なことです。モンテカルロのような低速サーキットではスパや鈴鹿のような高速サーキットとは違い、ピークパワーはそれほど必要ではありません。燃料消費量はサーキットと天候に左右されます。ウェットではパワーはいりませんが、燃費は逆に悪くなります。高速サーキットかどうかというところでガソリンの使い方が違うということと、そのサーキットの特性と天候によって燃費が変わると、だそこも考慮に入れるってことなんですね。まずここだけ見ても、特殊燃料っていうのはただパワーを出せばいいっていうわけじゃなくて、セッティングパーツの一つなんだっていうことが分かりますよね。その条件に合わせた燃料を使わないといけないってことになります。で、次はシェルの技術者のロジャー・リンゼイさんはこう語ってます。燃料の重さが重要な要素になります。一番軽い燃料と逆に重い燃料ではその目方の差が20キロもあるのです。これはモンテカルロのようにアクセルとブレーキングが頻繁に行われるサーキットにおいて特に重要となります。燃料の重さまで種類があるんですね。確かにこの20キロの差があるって言ってるのは多分ガソリン満タンの話をしてるんでしょうけど、比重の重い燃料と軽いのだったらそれぐらいの差になるということですね。モナコグランプリであれば軽い燃料を使う、そういう
使い分けもあるんですね。で、はい、次に燃料は2つのパラメーターで設定されます。1つはサーキット自体、もう1つはサーキットを囲む地理的な特徴です。サーキットが高速タイプならトップスピードと燃費を重点にブレンドします。低速で曲がりくねったサーキットなら加速を重視します。地理に関しては高度と熱を考慮に入れるのです。高速サーキットかどうか、この点はさっきルノーのトレマさんも言ってましたね。サーキットの標高、空気が薄かったりとか、まあ熱、そのサーキットによっての気温ですよね。何しろこんな感じでサーキットの速度域であったり、標高であったり温度であったり、そういう複雑な条件を全部加味してそのコースに最適な特殊燃料を入れるっていうことなんですね。なのでまあ結論を言うと、そのコースにおいて一番ラップタイムに貢献する燃料を作るっていうことですね。特殊燃料っていうのはひたすらパワーを上げるもんだというイメージ私持ってたので、全然違ったなとね、これ勉強になりましたね。まあこんな感じで複合的な条件を全部加味してブレンドするのが特殊燃料ということになります。